熱力学、熱力学、熱力学は物理学の一分野で熱や物質の輸送現象やそれに伴う力学的な仕事についてを系の挙手的性質から扱う学問。アボガドロ定数ポ程度の分子からなる物質の巨視的な性質を挙手的な物理量、エネルギー、温度、エントロピー、圧力、体積、物質量を、または分子数、 科学ポテンシャルなどを用いて記述する。熱力学には大きく分けて、平行形の熱力学と、非平行形の熱力学がある。非平行形の熱力学はまだ、限られた状況でしか成り立たないような理論しかできていないので、単に、熱力学といえば、普通は、平行形の熱力学のことを指す。両者を区別する場合、平行形の熱力学を、 平行熱力学と呼ぶ。ここでいう平行状態異様が変化しない状態を意味する。平行熱力学は、すなわち通常の熱力学は、K の平行状態とそれぞれの平行状態を結ぶ、過程とによって特徴づける。平行熱力学において扱う過程は、その死状態と終状態が平行状態であるという子を除いて、K の状態に制限を与えない。 熱力学と関係の深い物理学の分野として、統計力学がある。統計力学は、熱力学を古典力学や量子力学の立場から説明する試みであり、熱力学と統計力学は体系としては独立している。しかしながら、形の平行状態を統計力学的に記述し、形の状態の繊維については、熱力学によって記述するといったように、 一つの現象や定理に対して、両者の結果を引用している。しかしながら、アインシュタインはこの手法を否定している。18世紀後半から19世紀にかけて、蒸気機関が発明、改良されたが、これらは、学問的成果を応用したものでなくもっぱら、経験的に進められたものであった。一方、この頃機体の性質が研究され、19世紀初めには、 ボイルシャルルの法則、理想機体の性質としてまとめられたが、まだ熱を物質と考える、熱素説が有力であった。1820年代になると、サディ・カルノーが熱機関の科学的研究を目的として、仮想熱機関としてカルノーサイクルによる研究を行い、ここに本格的な熱力学の研究が始まった。この研究結果は、熱力学、 第二法則とエントロピー概念の重要性を示唆するものであったが、カルノは熱素説にとらわれたまま創生し、重要性が認識されるにはさらに時間がかかった。なお同じ頃、ジョゼフ・フーリエが熱伝導の研究を発表したが、これは熱力学とは直接関係なく、むしろフーリエ変換など、 後世の数学の基礎から工学的な応用に至るまで多大な影響を及ぼすことになった。また、熱伝導に関する研究はこれ以前にニュートンによる冷却の法則がある。熱をエネルギーの位置形態と捉えエネルギー保存の法則、つまり熱力学第一法則を初めて提唱したのはロベルト・マイヤーである。彼の論文は1842年に発表されたが、 全く注目されなかった。しかしほぼ同時期にジュールが行った同様の研究はウィリアム・トムソン、ケルビン教の知るところとなり、彼らの共同研究から第一法則が明らかにされた。さらにトムソンはカルノーの研究を知り、絶対温度の概念及び熱力学第二法則に到達した。クラウジュースも独立に第一及び 第2法則に到達し、カルノーサイクルの数学的解析から、エントロピー概念の重要性を明らかにした。エントロピーの命名もクラージウスによるものである。こうして1850年代には両法則が確立された。19世紀後半になると、ヘルム・ホルツによって自由エネルギーが、また、ギブズによって化学ポテンシャルが導入され、 化学平衡などを含む広い範囲の現象を熱力学で論じることが可能になった。一方、ボルツマンやマクスウェルさらには、ギブズによって分子論の立場に立って分子の挙動を平均化して扱い熱力学的なマクロの現象を説明する理論、統計力学が創始された。これにより、熱力学的諸概念と分子論をつなぎ合わせることを具体的に解釈。 できるようにした。1905年のアインシュタインによるブラウン運動の定式化と1908年のジャン・ペランの実験は分子論の正当性を示し、また確率化定論や統計物理学の応用の発展にも寄与した。1999年にとは断熱的到達可能性という概念を導入して熱力学を再構築した。状態 Y が状態 X から 断熱操作で到達可能であることをフォーミュラ1と表記し、このフォーミュラ2の性質からエントロピーの存在と一位性を示した。この効率的に基礎付けされた熱力学によってクラウジウスの方法で用いられていた熱い冷たい熱のような直感的で無定義な概念を基礎から排除した。温度は無定義な量ではなくエントロピーから導出される。 このリーブとイングバソンによる再構築以来、他にも熱力学を再構築する試みがいくつか行われている。熱力学には様々なスタイルがある。同じ内容の熱力学を得るのに、理論の出発地点となる基本的要請には様々な選び方がある。例えば多くの熱力学では、熱力学の法則を最も基本的な原理として採用している。 しかし他の要請を選んで、熱力学を展開していくスタイルもある。さらに熱力学で用いるマクロ変数には、自量性と死境性の2種類がある。例として、平行状態の形を半分に分割することを考える。それぞれの形の温度は分割する前後で変化しないが、体積や物質量、内部エネルギーはそれぞれ元の半分になる。簡単には、温度のように、 分割に対して変化しないものを、指揮性、エネルギーのように分割した、大きさに応じて変化するものを、事量性と呼ぶ。熱力学は、多くの場合に、古典力学や量子力学といった通常は、小数系の問題を扱う、ミクロ系の物理学では扱うのが非常に困難な、多体系、それも、アボガドロ数にも及ぶような多体の問題に適用され、したがって、 ミクロ系の物理学では予想できないような結果を予測する理論として機能するが、全く独立な理論家といえばそういうわけでもなく、例えばエネルギーといった概念は両者使用される共通の概念になる。また、そういった概念も名前上の共通性にとどまらず、エネルギー保存則などの物理的法則も共通して存在し、互いに矛盾しないような内容になっている。 この共通性を両者に普遍的な自然法則として解釈するのか、本来個別であるべきだが偶然共通に見えているのかといった自由がある。前者に近い立場をとり、そうした普遍性をミクロ系の物理学のものと考える立場をと、また、後者に近い立場をとって、個別なものとして議論する立場をとして、清水では紹介している。多くの熱力学では、温度、 圧力、体積、物質量を基本的な変数として出発点に用いている。しかし他にもエントロピーなどを出発点に用いて温度や圧力は用いないスタイルもある。事量性変数だけを用いる必要性は、例えば有点上の熱力学系の状態は温度を用いる限り1対1で表すことができないことなどによる。 平行状態の形が満たすべき性質から、マクロな熱力学の体系と整合するように、ミクロな量子力学の体系から要請される確率分布を導入したのが、平行統計力学であると言ってよい。このように熱力学は統計力学を基礎づけるもので、統計力学は熱力学を説明しない。熱力学的現象を徹底的に整理し、 熱力学法則を確立したからこそ物質の性質をよりミクロに捉えることが可能になった。統計力学と熱力学の関係についての誤解として、統計力学における統確率の原理と熱力学との対応関係がある。統確率の原理に基づく確率モデルはあくまで平行状態のマクロな性質を記述する他の理論的な方便であり、現実の平行状態が 確率によって用意されているとか、等確率の権利に正確に従っていると考える必要はない。平行状態をマクロな物理量に対して定まった値を対応させる装置と考えれば、等確率の権利に基づく確率モデルは、平行状態のそのような側面だけを再現するように設計された理論的層であると位置づけられる。第一法則及び第二法則は、 ルドルフ・クラウジウスによって定式化された。第0法則は温度が1位に定まることを示している。第1法則は閉鎖された空間では外部との物質や熱、仕事のやりとりがない限り、熱、そしてエネルギーの総量に変化はないということを示している。第2法則はエネルギーを他の種類のエネルギーに変換する際、必ず一部分が 熱エネルギーに変換されるということ、そして熱エネルギーを完全に他の種類のエネルギーに変換することは不可能あるということを示している。つまり、どんな種類のエネルギーも最終的には熱エネルギーに変換され、どの種類のエネルギーにも変換できずに再利用が不可能になるということを示している。なお、エントロピーの意味は、熱力学の枠内では、 理解しにくいが微視的な乱雑さの尺度であるということが統計力学から明らかにされる。第三法則は絶対0度よりも低い温度はありえないことを示している。熱力学的系とは考えている世界の一部である。現実あるいは仮想の境界が系と残りの世界を分離する。その残りの世界は外界と呼ばれる。熱力学的系は 境界の特徴により分類される。内部エネルギーのうち、仕事として取り出すことのできる分として、自由エネルギー、条件によってギブズエネルギーあるいは、ヘルムホルツエネルギーを用いるが定義される。熱力学、第二法則から、ことが導かれる。このことは特に化学反応にも適用され、科学平行定数は、基準状態での自由エネルギー変化と以下の関係に、 あることが示される。気体定数、熱力学温度、なお、化学反応の時間的変化については別分野、反応速度論として発展しているのでその項目を参照のこと。平行熱力学は、温度やエントロピーなど、平行状態の形を特徴づける量を用いて、K の状態を記述した。非平行系においても、このような特徴を持つ K が存在し、 平行形で与えられる量を用いて、非平行形を記述する方法が試みられた。このような非平行形の熱力学や、統計力学は、その発展の初期には個別の現象に対してそれぞれ研究がなされていた。特に有名なものは、ブラウン運動に関するアルベルト・アインシュタインの件や、熱雑音に関するハリーナ・ナイキストの仕事である。非平行熱力学が、 統一的な体系として整理され始めたのは1930年代頃のことで、ダルス・オンサーガー、イリア・プリゴジンなどの仕事が有名である。基礎的な理論として、線形非平行熱力学がある。ここでは、局所的平行、局所的には、蒸気の平行熱力学の理論と、熱力学変数の関係式が成り立つを仮定する。また、時間的変化を示す流れと、 流れの原因となる熱力学的力、あるポテンシャルの空間的勾配という概念を導入する。具体的には次のようなものである。ここで、熱力学的力は、流れと力の積が、局所エントロピー生成、エントロピー密度の時間微分となるようにとるものとする。すると各流れと力の間には次の比例関係が成り立つ。これは、 各成分について書き下せば、次のようになる。K の微視的な状態について、時間反転対称性が成り立ち状態の繊維が、可逆であるならば、すなわち、順方向の繊維と、その逆方向の繊維の確率が等しいならば、係数行列は対象になる。これをオンサー側の相反定理という、微視的可逆性の原理は、外部事情やコリオリ力がある形に対しては成り立たなく、 なるため、同様に、相反定理も、外部事情中の形や回転形に対しては、成立しない。なお、化学反応、流れと神話力、反応前後での化学ポテンシャル差の間も、蒸気と同様の流れ、力の関係が欠けるが、これはスカラーであるため、ベクトルである蒸気の流れ、力とは一般には、差しない、キュリーの原理。ただし、非等法的な形ではこの限りでなく、 生体膜、化学反応と物質移動の協約や海面などの例がある。このような流れの様子が時間変化しないのが定常状態であるが、その条件として流れによるエントロピー生成が極小であるということがイリア・プリゴジンにより示されている。その後さらにプリゴジンの三一構造論など、 非線形の領域に拡張された、非平行熱力学が研究されている。5おさむき